韓国プロサッカー連盟が選手たちの権益保護のため行政支援を行う、選手権益保護センターを新設したと発0日、明らかにした。センターはクラブからの不合理な処遇や契約に関する葛藤、選手生活中に経験する苦痛や支障となる事項などについて、助言を与える役割を果たす。 選手たちはこれを通じて規定を知らなかったり、知りながらも不利益を覆って紛争につながることを防止することができる。なお、検疫保護センターは24時間相談が可能だ。